はい、カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、ということでですね、本日は特別なゲストに来ていただいています。ユミさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、まず簡単にユミさんの自己紹介をお願いします。はい、改めまして、富山ユミと申します。よろしくお願いします。はい、ね、私はですね、私のこう絶対に忘れないキャッチフレーズがありまして、はい、子供8人の、はい、母を、ね、お母さんも やりながら、22年間自然治療科をやってまして、その自然治療のベースになっているのが、あのヨーロッパに、300年の歴史で、ね、伝わっているホメオパシーというものをベースに、自然治療科をずっと22年間、させていただいてます。はい、で私 そのホメオパシーを使って得意とするところが、心と体のつながりを読み解いていくっていうところを基本にしているので、あの心とね、本当体が密着しているので、なかなかそこの部分ってこう触れることがないと思うんですけれども、はい、心からこう体の状態をこう調整していくプロです。はい、そんなことをやっています。はい、よろしくお願いします。はい、もともとなんですけども、ユミさんと知り合いに ならせていただいたっていうのが、私の妻が結構子育てで、はい、まあ、悩んでいる時があって、それでまあ誰かいい人いないかなっていうので、まあ、近くにですね、はい、まあ、8人の子供を育てたっていう方がいたので、はい、もう本当にいつもお世話になってます。いえいえ、こちらこそ。はいはい、でそこでですね、まあ、ユミさんもともとホメオパシー、はい、あのホメオパスとしてですね、まあ、自然治療科として活動されていて、まあ、今回あのこのようなコラボ の動画を撮らせていただく理由として、まあ、ホメオパシーの中で、まあ、メタトロンというですね、はい、あの測定器を使ってこういろんな健康のアドバイスをされているということで、私もメタトロンって、まあ、聞いたことはあったんですけど、それをやっぱり実際やってみたことはなかったので、うん、まあ、やってみたいなというところで今回ですね、うん、させてくださいということで、はいはい、お願いさせていただきました。はい、でその前になんですけども、まずやっぱりホメオパシーっていう言葉をこう聞いたことがない方って結構多いと思うんですよ。まあ、聞いたことがあっても何なのかっていうことを知らない方が多いと思うんで、簡単にじゃあホメオパシーって何なんでしょうかっていうのは、はい、そうですよね、まずそこからですよね。はい、はい、まあ、ホメオパシー自体はもう歴史的にヨーロッパの方では300年ぐらいの歴史がある、はい、要は代替医療の一部なんですね。はい、でもうヨーロッパの、まあ、イギリスとかには王立病院っていうのかな、はい、ちゃんとしたそのあそこは州立病院か、はい、があの国が要は認めているホメオパシー専用の健康国民健康保険が適用できるような病院も実はあったりする、はい、ちゃんと認められてる 医療でもあったりするんですけれども、はい、なかなか日本ではね、その代替医療ってあまりね、うん、聞き慣れないと思うけれども、はい、感覚的には、まあ、日本で取り入れてる漢方みたいなイメージ、はい、うん、西洋の漢方みたいなイメージで捉えていただければいいかなと思うんですけれど、はい、まあ、あと難しく言っちゃうと波動医学、はいはい、うん、要は周波数、はい、ね、人はまあ見えない領域 その周波数っていうものにも影響されて、はい、ね、生きてるっていう、ね、考え方がある中で、はい、その体の中にもそういうマイナスな周波数がどんどん溜まっていってしまうんだけども、その周波数をまず読み解いていくっていう学問がホメオパシーの、はい、ある意味人間学っていう部分の一つになるんですね。はい、でそしてその自然界にある植物動物鉱物っていうのがあるじゃない、はい、そこの周波数が人間その人ありき その周波数と何か一致するものが実はあるらしく、はい、だからそのマイナスのものが溜まっているその周波数が自然界の何と同一なのかなっていうのを、はい、まあ、見極められる人が私みたいな、はい、そのホメオパスって呼ばれる立場なんですけど、はい、ホメオパスの人がその人の周波数の状態を見抜いていく、はい、そしてその見抜いた周波数がどの植物だったり鉱物だったり病原体だったりにこう一致していくのかっていうのをこうちゃんと見極められるライセンスを持っている人が、まあ、ホメオパスなんですね。はい、うん、じゃあそこで、まあ、いろいろこうその方の体を見ていただいて、うん、実際どのようなこう処方というか、うんうんうん、アドバイスというか指導していくんですか。うん、例えば、問診っていうのをねすごく大事にしているので、はい、もうねすごい7ページぐらいにわたるまず問診票っていうか質問票を、はい、来る前に実は書いていただいたりするんですけれど、はい、そこにはどんな家族に生まれましたかとか、はい、どんな風な親でしたかとか、はい、あなたはどんな食べ物が好きだったのとか、はい、もうすっごいこんなことまで聞かれるのっていう、その自分の古い歴史までをもう紐解いていくんです、まず、はい、うん、で、あ、なるほどね、こういうパターンがあった、こういう感情になった
だからこんな風になってるんだねってところを読み解いていきながら、それに似合う周波数の、まあ、レメディっていうものを使っていくんだけど、はい、それを当てはめていくんですよ、はいはい、例えば悲しみには岩塩ってあるでしょ、岩、はい、岩のしわって書くのか、はい、岩塩でできたネイチュミューアっていうレメディが、はい、あなたのこの悲しみは合うよねとか、はいはいはい、でそれはきっとその悲しみが抑圧になってるからこのレメディの周波数と合うんだよっていうものを処方して、はい、うん、取っていくんですよ、うん、それ以外にそのレメディ以外にも、うんうん、例えば食べ物の指導とかそういうこともしていくんですか、うん、します、うん、で面白いのが、はい、やっぱりその人ってマインドと欲する食べ物が、はい、リンクするんです。例えば甘えん坊さんは本当に甘いものが好きだし、はいね、抑圧してずっと悲しみを背負って生きてる人はしょっぱいものが好きだったりとか、はい、まあ、そういう傾向、ケチャップが好きな人がいたりとかね、はい、子供でみんなばっか食べることがいるでしょ、はい、うん、それも意味があってやっぱり欲してるものなので、はい、そういうことも全部ね紐解いていけるのがある意味ホメオパシーですね、うん、じゃあ本当にそうですね、はい、今の西洋医学だけでは把握しきれないようなところも見ていくっていうようなイメージですかね、うんうん、まさにそこです、はい、まさに、はい、まあ、そこのそのツールとして今回まあメタトロンを活用していただくっていうような形なんですけども、うんうん、じゃあ、まあ、これからメタトロン使っていくんですけど、じゃあメタトロンってじゃあそもそもどんなものなんでしょうか、うん、メタトロンは要は波動測定器で捉えていただければいいんですけど、はい、あの臓器ってやっぱりこう周波数を発してるのね、はい、で例えば肝臓、正常な肝臓が200という数値を発してたとします、はいはい、でもちょっと具合が悪くなったり、はい、ちょっとね不具合が生じてるとやっぱ周波数落ちてくるんですよ、はい、で正常が200だったのに180しか例えば周波数が、ね、はい、放ってない、はい、じゃあその 20% はどうして起こってしまったのかなっていうのをデータでこう見れるのがこの機械なんですね、はい、簡単に言うとね、うんうんうん、はい、ということですね、はい、じゃあ、うん、それについて具体的にじゃあ、うん、メタトロンで測定して何が分かるんでしょうか、どんなアドバイスがもらえるんでしょうか、まず、うん、まずは今の、ね、今のその臓器とか今のあなたに合う食べ物、はい、うん、例えば、大好きなご飯、はい、うん、でもそのご飯を食べ過ぎてるがゆえに胃に負担がかかってる場合、はい、やっぱり今そのご飯を食べ続けると周波数落とすよみたいな、はい、さらに胃に負荷をかけてしまって周波数落としちゃうからご飯を控えた方がいいよねとか、はい、でもこれ一時的なものなので一生ご飯が食べられないね、はい、となるわけではなくて、はい、今のあなたの一番いい状態が、はい、うん、まあ、一番いい状態と一番悪い状態がある意味、はい、それが分かるんです、うん、うん、そういうことですね、はいはい、まあ、なので今私の状態って実はファスティングをしてから今3ヶ月以上経っていて、うん、はいはい、まあ、来週実はファスティングするんですけど、うんうんうん、結構悪い状態だと思うんですよ。ああ、そうなのね、3ヶ月ね、はい、結構まあ、まあ、はっきり言って仕事しすぎて疲れてますし、ちょっと会食とかも、はい、多かったりするので、はい、最近は、はい、なのでだいぶいい感じの状態を見れると思うので、はい、まずは、まあ、自分の状態をですね、はい、今日見させていただいて、ね、はい、じゃあこれからどういうことをしていけばいいのかというところまでですね、うんうんうん、はい、アドバイスいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、はい、これからじゃあメタトロンも準備していきたいと思います。はい、OK です。はいはいはい、こういう測定ね、パソコンに これがまあメタトロンの要みたいなものなんですけど、はいはい、これをですねこういうヘッドセットがあって、はい、ここのこめかみのところに装着するんですが、はい、こんな感じです。では測定を、はいはい、始めたいと思います、はい、これがカズさんの今、はい、画面なんですけれど、はい、ここでリサーチを開始していきます。これはチャクラの状態と経絡っていうものを、はい、大まかなものを一番例えば、まあ、大きいキャッチしやすい周波数ですね、はい、これはね、それを今測ってる状態なんですけど、はいはい、これ経絡ですよね。でここの1から6までのこの記号があるんですけどね、はい、これの真ん中の数字がないものがここにバッとこう出てくるんですけど、はい、一番理想なのは黄色の2番が多いこと、はい、うん、だからパッと見た感じ、まあ、キッキだったら OK、はい、うん、理想の周波数で臓器がちゃんと動いてますよっていうのが2番です、はい、うん、で1番はじゃあどうなのって、1番だともっといいのかなって思うじゃないですか、はい、1番はある意味ちょっと逆に複雑で、臓器が周波数を放ってない場合、はい、うん、例えばがんの患者さんとかで、はい、もう壊死しちゃってるような時あるじゃない、はい、
そういう時はもうその臓器が臓器本来の周波数を発してない場合、位置が出たりもするんですよ、はい、あとは子供の場合だと未発達、はい、まだね、例えば赤ちゃんの子宮なんてまだちゃんと女性の生殖器として未発達じゃないですか、はい、女の子の場合、はい、そういう場合位置が出たりとか、うん、で逆に70過ぎのおばあちゃんでもう閉経しちゃってだいぶ時間が経ってる女性の子宮っていうのはもうね、ある意味その女性の生殖器として、はい、周波数発してない場合があって位置が出たりするので、はい、まあ、この辺は全体を見てって機能してるのか機能してないのかみたいなところを見るんですけど、はい、うん、で、あ、まあ、ちょっと今ね、これが今カズさんの状態で、はい、それぞれ番号順に4445、なんですよ、はい、うん、自分の多分言ってる通り疲れてる、はい、疲れてる、でもね、はい、やっぱりここの状態ってすっごい重要で、ここと直感のここの関係性って、ここの、はい、要は第三の目とか言われてるのが重要でね、はい、今すごい疲れちゃってるから4が出てるんですけど、腹の中はすごく綺麗な状態なので、はい、いい人なんだねカズちゃんねっていうのがねこれだけでも分かっちゃうの、うん、だから、ここが ね真っ黒血球になってたりして、でここが、はい、ここも良くない状態だともうちょっとやばいなと思うんだけど、腹はね曇ってません、腹、ね、だからいい人だねっていうのがすごい分かるよただ疲れてる、ね、疲れてるね、これはかなり疲れてますね、うん、でこの右側のところにこう色はこの枠があるんですけど、はい、この枠も色分けされていて、はい、ちょっとこの場面では画面では分かりにくい、あ、よかった、分かる、緑の枠と、はい、今赤枠とちょっと赤黒いの出てますよね、はいはい、でこれ6段階にここも分かれてるんですけど、はい、緑の次に実はオレンジがあります、はい、うん、1段階目、2段階目がオレンジで、赤が3段階目、はい、で赤黒いのが4段階目、はい、でその、次が赤、茶色っぽいのが出てきて、はい、真っ黒も出てくるのかな、はい、うん、ちょっと今飛ばしちゃったけど、色分けされて6段階表示されてて、はい、一番悪いものが上に出てくるんですよ、はい、で一番だから今手の右手の多分ここの経絡、はい、これ血管、血管汚れてんだろうね多分ね、はいはい、自分でも多分、3ヶ月、ね、はい、ほっといたって言ってるぐらいなので、はい、なので、まあ、これパッと大まかな部分で見て、さらにこれからちょっと臓器の中を覗いていくんですけど、はいはい、表面から、表皮から順番、外皮か、外皮から順番に、はい、骨、筋肉、骨、臓器っていう順番に見ていくんですね、はい、で今リサーチかけました、はい、なのでここがどん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 変わっていくと思うんですけど、はい、今表面からどん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 こうねCT スキャナーじゃないけど、はい、リサーチされてるっていう感じ、うん、はい、でちょっとまあさっきの続きですけど、はい、この番号の説明なんだけども、3番は、まあ、2が理想な状態に対してちょっと、臓器をこういじめちゃい始めてるかなっていうのが3番、はい、だけどまだ3番の状態の場合はちょっと気をつければ2の2元に戻れるからちょっとこう警告ぐらいですよね、うん、このまま続けちゃうと本当に臓器自体がダメになっちゃうぞっていう3番、はい、でさらにそこを無視し続けると4番になっていってしまって、あんだけね、あ、無理させないよって言ったのにほらほらほら使いすぎちゃって、ちょっと臓器自体の機能自体がおかしくなり始めちゃってるよって、でも3と4の段階ってまだどうにか元気になれる状態なので、はいはい、3、4の段階はあまり心配しなくていいと思います、はいはい、結構3がありますね、あるね、だからちょっと無理してるんだよね、うん、だからちょっと休めばでもこれすぐ回復するレベルだと思うので、はい、3、4が出てる場合はね本当にちょっと生活習慣を変えるだけで大丈夫です、はい、うん、あんま心配しないです、はい、でもただ5、6が多くなっていくと、もうその多分臓器自体がもう機能的にちょっとまずい状態になっているのが5なんですよ、はい、だからこれは私はいつも言うのがもうこれ以上悪くしないようにしていくしかない、はい、うん、散々3、4で警告があったはずなのに、はい、無視して甘いもの取りすぎちゃったりとか、ね、ダメだよって言ってるのやりすぎちゃってるから、はい、もうこれ以上悪くしないようにしようねっていうアドバイスになっていくんですよ、はい、うん、で6の場合はもうとうとうもうみたいな、もう回復は不可能だけどやっぱりこれ以上悪くならないようにどうしていくか、もう5、6がいっぱいある人はもう本当に徹底した生活習慣とマインドの見直しをする必要がある、はい、うん、なのであまり5、6が出ないように、はい、うん、っていうのがね、まあ、目標ですよね、うん、ね、3多いよね、そうですね、3とね、4とね、
それこそ重い病気を持たれてる方とかは、この効果力が多く出るんですよね。多いし、逆に一番っかりが出たりするんですよ。要はそのもののなんていうかな、周波数を発しなくなっているとか、はい、で全体 の、 あの最初の外皮とかの画面の状態で、はい、もう白いの。もうこれってエラーなんですけど、はいはい、ある意味本来の自分の周波数を放ってないっていう、はい、末期になってくると思う。だから人の体ってすごいなって思うのがこういうところで分かるんだけど、はい、あとまあさっきからここピコピコね、赤と青の線が動いてると思うんですけど、はい、これは分かりやすく言う と、自分を攻撃してしまう周波数と、はい、良くなろうと頑張っている周波数を見てます、はい、うん、でもちょっと分かりやすく、言うとあれだな、交感神経と副交感神経の、はい、こう割合が出ています、うんうん、あと陰陽のバランス、はい、うん、陰陽五行で言うとね、それが出ているので、理想的なのは赤と青のこの波形が同時にこう動いていってくれることがいいんですけど、でもやっぱりこうやってこうかなんていうかな、交差しながら、はい、こう膨れたりこう縮まったりしながらっていうのがある意味一般的、要は体頑張ってくれてるってことだから、はい、うん、こう動いてくれてる方がまだ回復する見込みある、はい、うん、ただ一番怖いのは離れていってしまって、ツーってこう関わりもしない、混じりもしないっていう状態が一番まず、はい、うん、がんの人なんかはもう出始めが、はい、ここが今近いでしょ、はい、こんなだから、うん、もう明らかにもうブワーッと離れてます、はい、うん、なのでこういうところでも見ながらこの人の体の状態がどういう状態かっていうのはここだけでも分かるので、カノさんは一生懸命戦おうとしてる、治ろうとしてるけど、はい、みたいな感じだね、はい、うんうん、でも綺麗だよ、今20代30代33です33、はい、あ、一番エネルギーが変わる時期でもある33、ゾロ目の年だけど、はい、うん、やっぱりここから自分確立っていうのも周波数的に実はチャクラ的にもしていく時期なので、いいね、うんうんうん、でも綺麗、赤いところがちょっと疲れてる、ね、そうですね、負担がかかってるってところです、うん、でも綺麗よ、やっぱりね、健康を 気をつけてるから疲れてますね、ちょっと顔もわかる、赤と青はそれぞれ何とかっていうのはあるんですか、うん、ね、赤が治ろうとする周波数で、はい、青が攻撃する周波数なんですよ、うん、なので、そうそうそう、治ろうとする周波数も強いね、うん、ついていかない、いってないんだろうね、今の感じがね、うん、回復力は多分あるから、はい、ちょっと生活習慣を切り替えるだけで3日ぐらい寝れば治るんじゃない、多分そういうタイプ、そうですね、うんうん、多分リフレッシュすればですね、そう、はい、ね、大好きな方、旅行でもそうですね、 ね、そういう自分のことがね、分かってれば、はい、ね、ちょっと無理しても治るじゃない、うん、そうあとまあ大事にしてほしいのは自分の根本体質っていうところを、はい、このメタトロンで理解してほしくて、はい、みんな同じではないんですよ、はい、やっぱりこうエネルギッシュな人はエネルギッシュだし、もともと生まれながらして病弱な人は実は病弱だから、はい、病弱な人をわざわざ強くする必要はないっていう考え方があるんですね、はい、うん、で今出てきたんだけど、はい、下からこう見ていくとさっき言ったみたいに段階になっていて、はい、緑のところはあまり気にしなくていいのね、はい、うん、でオレンジが次の第2段階、はい、ね、で第3段階がこの赤いところで出てきて、あ、3段階で止まってるね、よかったよかった、はい、うん、でもやっぱ慢性病があったりとかちょっと急性でもまずいなって思う人はもう赤通り越して黒かったりするんですよ、枠が、うん、赤いのがちょっと疲れてるっていうことですか、そう、3段階目ぐらいだから、まあ中間だよね、6段階中の3段階だから、はい、警告ね、うん、ちょっとレッドカードまではいかないけど、はい、ちょっと気をつけない、このままの思考生活パターン続けてるとやばいよっていう感じ、うん、で見てると臓器のクローズアップが出てないんですよ、はい、例えば肝臓がもう肝臓の臓器自体が機能的にまずいってなった場合は、はい、もうボーンと肝臓がトップに出てきちゃうのね、はい、うん、だけどカズさんの今大まかなこの喉元だから、はい、この辺の三章あたりじゃん、はい、三章あたりがボーンと出てきているってことはこの辺が負担かかってるよっていう風に見てください、はい、うん、でこうやって見てると多分ここが一番今5でよくないんでね、はい、ここ膵臓って書いてあるね、はい、
これ食べ方の問題だな。膵臓は食べ方と大腸、はい、はい、でまあこう臓器的にはこの辺が今ちょっと疲れてて、はい、さらにこう分析結果っていうのがあって見ていくと、今一番ストレスが加わっているのはどこですか、はい、まずトップがこの字もね、色もやっぱり同じように6段階なんだけど、はい、ちょっと赤より1段階濃い黒く、はい、赤ぐらいの見えます、はい、うんうん、これだから一番さっきこうクローズアップした段階では赤だけど、はい、さらに中を見ると膵臓がさらに4段階目に負担がかかっているということなので、はい、今一番こう膵臓を気をつけなきゃいけない。でそうなると病理勉強してると思うから分かると思うけど、はい、膵臓ってどういう、ね、臓器かって考えたら、はい、インスリン系だからさ、そうですね、うん、同時のバッテリー、そう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 、ね、が今狂いやすくなってるから、はい、ね、あの食べ方を、まあ できることは ね、そんな感じだよね、はい、食べ方を考えていく、あとは椎間板とか腰椎とか関節とか、はい、あと外皮とか、なんか紫外線浴びたでしょ。そうですね、あの2月にオーストラリアで思いっきり焼けましたね。だよね、はい、これが負担がちょっとかかってたね、はい、外皮がね、そうそうそう、で多分この椎間板なんかは多分姿勢、はい、まあね、こう患者さん施術する時の姿勢とか、はい、まあ、やっぱりなんだかんだ負担がかかってるんだと思います、はいはい、であとはまあ下の方に行くと、まあ、椎間、うん、椎臓ちょっとやっぱ負担かかって、あと脾臓のリンパ節とか、はい、あと迷走神経とか静脈の全体とか、はい、まあ、こういうオレンジからちょっと上のものをちょっと負担かっていうか気をつけていくことと、はい、あと乱れやすい性化学物質、やっぱり出てるね、血糖、うん、インスリンが今すごい狂いやすくなっている、はい、あと乳酸がここ出てるじゃん、はい、疲れてるね、うん、だからまあこの辺のあたり、まあ、病理分かる人はこの辺の分泌物じゃないけど、はい、こう動いていく生化学物質を分析していくと、はい、まあ、ある意味これなんて言うんだろう、血液検査してるようなもんですよね。そうですね、うん、自分の体の状態の血液検査ができるようなイメージでいてくれたらいいですね、はい、で気をつけたい身体異常としては、今それがあるがゆえに胃壁に変化が起こっているということは、はい、やっぱストレスが加わっているから胃が今ちょっとよろしくないんじゃないかなと、はい、うん、自覚ありますか。そうですね、でも姿勢的なところも最近、うん、患者さんを見てることはそんなに悪い姿勢にはならないんですけど、うんうん、多分あれですね、うん、パソコンとかのデスクワークとかも、そこで振ったの、はい、そうか、で結局そうですね、患者さんだけじゃなく同業の先生に対する、うん、まあ、講習だったりする、うん、その後の懇親会とかもあるので、多分そこで悪いのは結構最近食べてるので、あ、そうだったんだ、それだと思いますね。患者さん見てる方が全然癒されてるの、うん、自分。そうそう、まあ、治療科ってそんなもんだよね。わかるわかる。私も仕事してる時の方が元気だから、はい、うん、その後のストレスの方があるんですよ。なんで、はい。で、十二指腸壁と糖質代謝異常、血管の機能性障害性異常、胃壁、膵臓、コレステロール、小腸の機能性障害異常、はい、まあ、この辺のことが今ちょっと負担がかかっているので気をつけましょうと、はい、であとは気をつけたい具体的な疾患としては、このままの状態続けていると十二指腸炎になりやすくなってるよ、腸炎になりやすい状態になってるから、はい、ちょっと気をつけないとねっていう感じで見ていきます、はい、でさらに腸炎ね、気をつけなきゃいけないのだったら、ウイルスなんかに例えばあるところに行っちゃうとどうなっちゃうかっていうと、はい、ピロリ菌なんかが、はい、入ってきたりするともう痛いようになりやすいし、十二指腸からなりやすいっていう状態、はい、これは実際この菌がいるとかいないとかじゃなくて、ヘリコバクター、ピロリ菌とを呼び寄せやすい周波数に実はなっちゃってますよっていうふうに見ます、はい、うん、まあ、実際いる場合もありますけど、はい、うん、もうピロリ菌にやられやすくなってる周波数を今放ってますよと。であとはこれ、俗に言う蟯虫、昔やったでしょ、蟯虫検査、はい、ね、その蟯虫さんも住みやすい状態にね、居心地やすい、このやり方宮中なんてちょっとね、あんまり聞きられないものだけど、このやり方宮中ちゃんが住みやすい環境状態の胃をつく、あの胃腸、あの腸管を作り出しちゃってんだよって、だから気をつけようねっていうことが分かります。でさらにもっと具合悪くなってくると、まあ今日今セーフなんだけど、アレルゲン、例えば今の状態でこれが入ってくると、これがアレルギーの原因、アレルゲンの原因になりやすい、うん、でざっと見るとちょっと分かりやすいのはこの2項目目のペニシリンなんて書いてあるんだけど、はい、これは抗生物質を表すんですよ、はい、だから
例えばいい状態じゃなくて腸がよろしくないところに抗生剤が入ると、はい、もうやられちゃうよ、うん、抗生剤でアレルゲンが発症しちゃうっていう風に考えていってもらえればいいかなと。アレルギー体質の方は結構これが出たりするんですね、うん、ぶっちゃけなんで今のアレルギーが発症してるかは突き止めることがある程度できます。大半がね、面白いのがね、予防接種のロタとかノロとか今、はい、生ワクチンを飲んだりしてるみたいなんだけど、はい、最近の子たちは、はい、それが原因で腸炎になってしまったがゆえのアレルギー発症とかが結構わかるんですよね、はい、うん、ですね。で、あとこれは、毛髪中から、乱れやすい微量元素、はい、うん、要は重金属とかさ、はい、微量元素が要は毛髪中に漏れてってしまってるよと、はい、で多すぎて過剰摂取してるから勝手に出てっちゃってくれてるのはいいんだよね別に、はい、ある意味だけれども体に本来必要なのにもかかわらずダダ漏れしてっちゃってとどめられてない場合ってまずいじゃない、はい、うん、で例えば今カズさんはカルシウムがあんまりトップにはないから、はい、あとこれ全体がオレンジだからそんなに心配することもないんですけど、はい、この例えばカルシウムなんて子育て中のママはトップに来るの、うん、で2番目が大体マグネシウム3番目がナトリウムなんていう順序で、はい、多いのね。でこれなんでかっていうとイライラしてるから、うん、子育て中って、はい、でカルシウムがダダ漏れしちゃうわけですよ、うんうん、でその次に2番目がマグネシウムが多いのがマグネシウムって神経の緊張をコントロールするのがマグネシウムじゃない、はい、そうするといつも緊張してる状態だからマグネシウムもダダ漏れしてる、でナトリウムは抑圧で我慢してるとナトリウムダダ漏れしてる、だからカルシウム、マグネシウム、ナトリウムが子育て中のママには実は多くてね、母さんマグネシウムが一番トップってことはやっぱりお客様と接したりする中で緊張しない、はい、緊張っていうか変な緊張じゃないけど、はい、いつもやはりね自分を律してなきゃいけない人って結構マグネシウムが出るんですよね、はい、であとはナトリウム、やっぱりなんか抑圧っていう言葉にしてしまうとちょっと大げさかもしれないけどやっぱりねなんてやってるわけには社会人としてね、はい、経営者でもあるができない分、はい、そのナトリウムが流出しやすい、まあ、スタイル、これでここを見るだけでもこの人がどんな風に生活してるかどんな神経を使ってるかっていうのも分かっちゃったりするんですよ、はい、なのでだからちょっとここは意識してマグネシウムが、ね、漏れやすいな、はい、うん、っていうところで、まあ、マグネシウムが多い食べ物を取ると、はい、うん、ここだけでも分かります。はい、はい、で、じゃあそれに対して、まあ、食べ物をちょっと見ていくと、はい、はい、じゃあここからはですね、カズさんの今一番食べちゃいけないものっていうのが出てるんですけど、はいはい、唐辛子とか好きですか？ちなみに唐辛子、そうですね、うん、まあ嫌いではないですね、うんうん、そんな激辛が好きっていうわけではないですけど、うんうんうん、毎日食べてるわけでもない。そうですね、まあ、タイ料理とか行ったら入れたりとか、うんうんうん、そんなイメージです、ね、カレーだったらまあちょっと、うん、ちょっと辛めでくらいの感じですね。の方が好きっていう。なるほど、なるほど、はい、でこの見方としてすごい大好きなものが一番ねこう下に一番食べちゃダメのトップに出てくる人が多いんですけど、はい、今日今聞いてる限りでは大好きだから出てくるわけじゃないじゃない、はい、今ね唐辛子が、ね、ってことはこれやっぱ唐辛子さっき見てた時に胃腸が結構弱かったじゃない、はい、今これを食べちゃうとやっぱこう胃腸を荒らしてしまうから、やっぱ最も避けてほしいかなっていうところで出てるんだと思うんですよ、はいはい、うん、であと次は、まあ、この辺は、まあ、メロンとか胡椒草ってこれはクレソンのことかな、はい、うん、なんだけど解毒作用が強いものは実は今ダメ、はい、うん、なんか体にね春だし、はい、良さそうだなって思うかもしれないけど、クレソンは好きですね。あ、好き、はい、うんうんうん、だけど今ちょっとね解毒作用があまり強いものは刺激が強すぎるみたいだからやめてください、うん、あとコーラとか蜂蜜とか書いてあるけど、はい、これ具体的にコーラっていうことで受け取るんではなくて、はい、甘いもの全般全てがダメよってことです。うん、たまにこれがアイスクリームとか出てくるんだけど、はい、冷たくて甘いもの全般がダメよって意味なんですよ、はい、アイスだけ食べなきゃいいってわけじゃない、うんうん、でコーラの場合はこれはそう逆に糖質のこう液体のものが全部ダメなので、はい、もう気をつけること、うんうん、でバーって見てて肉系が結構ダメなんだよね、牛レバー、羊の肉とか、はいはい、豚ってことはさ、もともとの、もともと陽のエネルギー強い人なんだよね、はい、うん、だからパワーは実はある、はい、うん、で陽極まりで多分今陰になっちゃってると思うので、はい、あんまり頑張らないように頑張れちゃうんだよね、でもね、はい、陽のエネルギー強い人はね、はいはい、うん、
要極まりて、陰になっている状態だよっていうのはこれを見てると分かります。で上を見ていって黒いものが結構あるのかな、うん、じゃあそもそも食べない方がいいものも含まれているし、うん、今の体にとって食べちゃいけないものも入ってるってことですね。ものが下の方に出てます、うん、で上の方はもう根本体質系にあんま食べない方がいいっていうものが出るんだけど、はいはい、まあ食用ガイルなんてね、これロシアの機械だから、はい、日本じゃあんまり聞き慣れないようなものが出るけど、はい、あ小麦合わないみたいだね。ね、小麦とかね、小麦食べた次の日はちょっとこうほんと鼻詰まったりとかそういうことやっぱありますね。うんうん、ほら小麦もやっぱダメだね、パスタとかね、うん、あんまりなんか小麦系は合わない、うん、牛肉も残念ながら、はい、牛肉はあんまり好きじゃないです、ね、ああそうなんですね、はい、そっかそっか。なのでまあ、うん、母さんは種とか、はい、種木の実とか果物系ですね。そう種くね、そう思う。だから本当になんかこう、うん、ヘルシーなオーガニックビーガンのあんなイメージの食事だね、うん、うん、が合いますね。やっぱでも酵素系がちょっと、パイナップルも出てたりすると酵素系がちょっと少ないのと、はい、うん、そうそうそう、そういう風に見ていくので、はい、これが成分ではないということね。だから、うん、この辺の緑色の薄い緑でも、うん、まあいいでしょうっていう感じなんですね。いいです、うん、濃いものを重点的に意識して取ると周波数上がりますよ、はい、うん、元気になっていきますよっていうものなので、はい、うん、かぼちゃの種なんか今売ってるからさ、はい、おやつにポリポリ食べたりするのもいいし、いちじくなんかドライチェリーとかドライいちじくとかあるから、はい、うん、乾燥したものを、ね、うん、持って食べてれば、ある意味それで生きていける人、そういうことですね。すごいいい亭主。魚とかはじゃあいいっていう感じなんですね、うん、魚は多分負担をかけないタンパク源なんでしょうね、うん、だけどそんなにしょっちゅうしょっちゅう、そのある意味考え方としてはスーパーがない前提の生き方を考えてほしいので、はい、釣って取れる範囲、うん、うんうん、自分で狩りができる範囲でいいわけですよ、うんうん、だからなるべくこの中でも季節に関係あるものを取っていく、はい、うん、パイナップルもうちょっとね、まあ、夏じゃないとダメだけど、ね、スーパーだと売ってるじゃない、うんうん、だからそういうのもちょっと知識として入れといてくれると、はい、うん、不自然に変えちゃうから食べるんじゃなくて季節的にどうかなみたいな、はい、そういうことですね、それが より負担をかけないよっていう感じ、うん、旬のもので酵素がこうあるようなあるもの、うんうん、そうです、そういうふうに捉えてくれる。お米とかはやっぱりいいっていうことですね、うん、これ腸が弱い人は必ずお米出るんですよ、うん、で逆にがんの要因がまだ今がんじゃなくてもがんの要因がちょっとでもある人って糖質取るなって出るから米がね黒い字のとか出ちゃう、うん、でかなり低めに出るんですよ、はい、で米が大体まあ5から 10番目、はい、1、2、3、4、5、6、7、9、10番目以内のどっかに出てる人はちょっとやっぱりがん傾向を持ってるから、はい、糖質入れるなよっていう感じで出ちゃうから、うん、食べ物を見てるだけでも実はいろんなことが分かる、うん、その時それぞれで結構変わってくるっていうことですね。うん、全然変わります。私もね、カズさんと同じ感じの人だったんだけど、はい、弱ってる時はお酒もその時バンバン飲んでた時は肉食え肉食えって、はい、うん、がんの患者さんだから要はがんになる一歩手前みたいな感じだったの、はい、うん、だからこんなんじゃダメだぞっていうので、はい、トップに肉が出てきたりして、うん、すごい食べ物の傾向を見てるだけでも今の状態がいい状態なのか、はい、悪い状態なのか分かる、うん、これ多分カズさん本質、はい、うん、なのでこれを保ってればだからあんまり今別にそんなに悪いわけじゃないので、はい、うん、そう全体的に食べるものはこういうとこ気をつけた方がいいっていうところですね、はい、そうです、はいはい、でまあ次ここが私の得意とするところなんですけどホメオパシーの領域を見ますけど、はい、シンプルな人ですね。ね、1、2、3、4、5、6個しか出てない、はい、うん、でこの今6個の中で、濃い緑の字、はい、のところを見ていると今ねこれマヤズムって言って一番自分のこう魂のカルマとかそういうのっていうわかる？カルマとか、いや、わかんないですね。これちょっとスピリチュアルの領域みたいになっちゃうんだけど、はいはい、今多分33歳でしょ、はい、理想をどんどん追い求めて叶えて生きていきなさいっていう今すごいいい時だね、はい、うん、その今一番自分のステージっていうんだけど私たちは、はい、ステージの脂が乗ってる一番いいナンバー2というテーマを持つステージに乗ってる時で理想をどんどん叶えて生きていけっていうね、はい、あの今一番いい時かもしれない、だからどんどんこういいね
いい状態。だけどですよ、はい、だけどなんか怒りがちょっとあったりする、うんうん、ちょっとイライラしたり何か屈辱的な感覚を感じていたり、はい、まあ、ちょっとそれがそれぞれのテーマがあると思うんだけど、うん、スタッフサグリアっていうのは怒りをテーマにしているメニューなんですよね、はい、でそのちょっとここは省いてこうナックスボミタっていうのはとにかく、バリバリのなんていうのもうこっちに携帯こっちにあれっていうようなもうバリバリ仕事をしてる人が放ってるエネルギーなんですけど、はい、女性で言ったらキャリアウーマンバリバリな、はい、私も出るんだけどね、うん、そう今だからすごい負担を、まあ、かけてるかんこれ特に肝臓系にのエネルギーがこうリンクしていくから、はい、うん、今やっぱりすごい忙しいんだと思う、うんうん、それが出てる、はい、だからちょっとここ気をつけるんだよみたいな。ですごいあとメザリウムっていうのが出てるんだけどもスピリチュアル的にも実はいろんな直感的にかけてる人なんだなっていうのも声で分かるんだけどすごいキャッチしながら生きてるね、はい、うん、だからねまあいい状態ですよ、はい、であとこれやんちゃですって出てますよ僕やんちゃですみたいな、うん、はい、ちょっとこういたずらっ子の、はい、あの小さい男の子で言ったら鼻くそを沸騰してピンってつけちゃうな子、はい、まあそんな子供でした、ね、でしょ、はい、そう今それが今のエネルギーっていうのが出てるんですね、はい、で私が得意とするとこはここからじゃなくここだけじゃなくて、はい、ここから下を読み解いていくのが得意なんだけど、はい、まあ豊さんの昔過去はこんなだったよねっていう、まあ、あんまりほら言うとあれだからあれだけど、はい、昔は失敗を恐れてましたねとかねそんな時期なかった、はいはい失敗するのが怖いなみたいな。でも確かにそういう時期もあったかもしれないですね、うん、それがね的にというあったよね多分、はい、それがね完璧主義だったがゆえにっていうのがあるね、うん、そのもっと昔は完璧主義だったよ、はい、うん、完璧主義だったがそうです、ね、うん、ゆえにいろんなことが先々が不安になって生きてきてさらにそれがあるがゆえに失敗を恐れないように生きてきて、うん、で保守的な時もあったねで一回自己分離してるよ。自分がもう葛藤した時期がなかった、はいはい、つい最近海外逃避じゃないですけど、うん、はい、そう天使と悪魔じゃないけど、はい、これでいいのかどうだいや違うっていうのがあって今がある、うん、で今一番マヤズム的にマヤズムがトップに出てくることってあんまりないんです、はい、だからこれ今いいのよ自分らしくある意味生きてるってことだから、はい、頑張って、ね、うん、確かに昔はなんかこう、うん失敗を恐れるじゃないですけど、うん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 、こうな失敗のないようにっていうかね、うんうん、まあとりあえずやったをやるみたいな感じですね、うんうん、考え方として、うんうん、いいと思います、はい、とにかく理想を叶えていく魂のもう本質を持ってるからそれを見て多分ね YouTube 見てる人とかがこう憧れていくんだと思うから、うん、まさに今本質で生きてるし、はい、うん、理想をどんどんちっちゃな理想をどんどん叶えて行くっていうのがもうねテーマの人、はいはい、うんうんうん、そう、うんうん、最近やっぱり思うのはいい意味での諦めができてきたっていうところは自分の中ではあるんですよね、はい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 、そうですね全部っていうふうに思っちゃうともう本当にやりたいことができなかったりとか、うん、本当に自分がやりたいことなんだろうなっていうふうに考えたところがあったので、うん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 、結構最近吹っ切れたところはありますね。33歳でそれを思うってある意味すごいよ。そうですかね、うん、今日朝ちょうどライブ配信でそのことを話したんだけど、はい、大体それが吹っ切れるのって45過ぎなんだよ。だから人より15年も早くそれに悟れるってことはもっといけるってことだから楽しみですね。普段それをやって今疲れてる感じですね、うん、まあね、まあ、でも大丈夫よ。それこそ若いから、はい、うん、その若さでそのマインドに達せれてこれだけのパワーがあればすごいいいと思うよ私は。理想的に、うん、楽しみです、はい、そんなことまで分かっちゃうね。あ、そうなんですね、はい、なので、はい、トータル的にまあね今見たんだけど、うん、考えてみてもらえばなと思います。はい、うん、でもこの言われた、うん、まずは食べ物とかを気をつけながらも、うん、ね、自分の体が今こういう状態だから、はい、やっぱり休みも取りながらっていう感じになるんですかね、うん、だからこの食べ物をまあ選びながら日々何をチョイスしていくかってこともちょっと改めつつで、まあ、マインドに関することでパターンこう臓器をいじめやすい、はい、こういうものを食べて選びやすいからこういう臓器が痛みやすいよねっていうところも自分で分かるだろうし、あとはさっきの、微量元素なんかだとこう
緊張しやすいとか、我慢しやすいとか、ね、そういうのも分かる、うん、なのでちょっとそこのパターンの見直しをするとか、うんうんうん、そうです、確かに膵臓に負担かかってるのは結局血糖値の問題になってくると思うので、うんうんうん、そういったものの代わりに、まあ、果物とか、うんうん、まあ、木の実系とかを取っていくような感じですね。いきなりロールケーキパクッと食べるんじゃなくって、みんなやりがちだけど、うん、で例えばマグネシウムが、ああ自分はあれなんだなと思ったら、パッとちょっと成分を見てさ、はい、マグネシウムが多く入ってるものを飲んでみるとか、ね、カルシウムが多く入ってるものを例えば牛乳一つ飲むにしてもね、カルシウム多い方を取ろう、買おうみたいな意識にしてってくれると、はい、自分がよりよく保っていけるようになる、はい、うん、そんな機会です。はい、ということでですね、まあ、少し長めの動画にはなってしまいましたけども、はいはい、はい、メタトロンでいろいろ見ていただいてアドバイスありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう私のですね、まあ、私生活 あの食事からですね、うん、まあ、本当マインド的なことだったりとか、はい、まあ、いろいろアドバイスいただいてすごくあの勉強になりました。はい、まあ、これをですね、うん、踏まえてですね、まあ、これからの日常生活気をつけさせていただくのと、あと来週ですね、ちょうどファスティングをするので、はい、でファスティングをした後のですね、うん、また今回のメタトロンのまた結果を、うん、あの見ていただけるっていうことなので、またですねそれに興味がある方はその次回のですね、はい、まあ、来週あたりになるかと思うんですけど、うん、動画をですね、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、そこでですね、まあ、このメタトロンですね、うん、メタトロンにご興味がある方はですね、うん、あの下にあのユミさんのメタトロンの案内のホームページも、はい、貼っておきますので、うん、それを見ていただければ、あのじゃあメタトロンってじゃあもっと詳しく何なのかなとか、うん、はい、じゃあメタトロンを受けたければどうすればいいのかなっていうところの案内もあるかと思いますので、はい、ご覧になっていただければと思います。はい、はい、あとですね、これはもう私の個人的なこうお願いというか、はい、あのここでお伝えしたいことは、もともと私の妻が子育てのことで悩んでいて、まあ、ゆみさんにいろいろ相談させていただいて、やっぱりこの動画を見られている方で結構子育てのことで、はい、まあ、本当にワクチンのことだったりとか、本当に今あのマインド的な悩みだったりとかいろいろ持たれている方たくさんあのいらっしゃるので、はいはいはい、まあそのですね、うん、あのママさんたちへのですね、うん、まあ、メッセージっていうのを最後由美さんからお願いできますでしょうか。はい、わかりました。はい、先ほどね最初の方にもお伝えしたんですけど、私8人の子供がおりまして、はい、上は今ちょうど昨日で27歳になったお姉ちゃんが一番上にいて、はい、あと7人男の子なんですよ。うん、で一番下は小学校今年5年生になる男の子がいまして、で中には2番目の子が重度のダウン症だったりとかね、はい、あとはアスペルガーの子がいたりとか、多動の子がいたりとか、まあ、8人もおればいろいろいますよね。はい、はい、まあ、そんな中で、まあ、子育てをまあやっていく中で通してね、まあ、いろんな経験をした中でやっぱりその子の個性っていうか、その子を認めていってあげれるその子育てっていうことの提案をいつもしているので、はい、多分こんな相談って誰にもできないなとか、うん、そういうことってあると思うんです。例えばよくあるのが、下の子は可愛いんだけど上の子がどうしても愛せないとか、はい、まだねお一人だから分かんないと思うけど、うん、実はそんななんか人には言えないような悩みを抱えてるお母さんってね、結構多いと思うし、あと自分の子が発達障害なんじゃないか、じゃあそれだったらじゃあどうしたらいいのかっていう、はい、まあ、世間に出ればお薬飲まされてしまったりとか、ね、特別な学級にこう行きなさいよって言われたりする中で、はい、多分自分の中でいろいろ苦しいことってあると思うんですよね、はい、うん、だけどもあの子供を産む授かるってことは、私は結論としてとても幸せなことだと思うんです、はい、ダウン症の子がいようと多動の子がいようとね、だからそこを本当の意味で、あ、子供産んでよかったなってね、であとはその生まれてきた子が、あ、僕生まれてよかったなって、うん、そしてママの子でいてよかったなって思えるようにやっぱりしていかないと、あの子育てがただただ辛くなるんじゃよくないと思うのね、はい、で、まあ、今私はこんな風にやってますけど、私にもいろんな過去があって、はい、まあ、言っていいのかあれですけど、私4回結婚してるんですよ、はい、うん、なのでその辺についてはブログのね、私の過去っていうテーマがあるので、それ読んでいただければ私がどんな人だったかっていうのは分かると思うんだけども、はい、あのいろいろある、うん、だけれどもあのなんだろう、幸せに生きていく、自分が生まれてきてよかったって本当に思える人生を作っていくことができるので、ぜひあの一人で悩まないで、はい、あのいろんなこと相談ね、はい、していただければいいかなと思うので、うん、ホメオパシーとかメタトロン以外にもあの駆け込み寺みたいなこともしてますので、はい、あのお母ちゃんっていうかお姉ちゃんだと思ってぜひアクセスしていただければなと思います。はい、はい、そうですね、はい、本当にそういった
まあ、本当に子育てのことだったり、いろいろ本当に食事のことから、マインドのことから、お悩みがあればですね、ゆみさんにご相談していただければと思います。またそれはメタトロンのホームページは別にあるんですか、ね、あります、はい。富山ゆみで検索していただければ、いろんな情報出てくると思うので、Facebook とかインスタとかやってますから、まずはどんな人か。そうですね、まあ、そちらの、まあ、内容というか、リンクも下に貼っておきますので、また質問とあれば、ゆみさんに直接質問していただいても結構ですし、このコメン、動画のコメント欄にこのようなことが知りたいですっていうことを、コメントしていただければ、また今後もですね、はい、まあ、ゆみさんお近くなので、いろいろまた今後も、コラボ動画っていう形でゆみさんに相談してみようっていうような動画も撮っていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひ、まあ、質問だったりコメントで残していただければと思います、はい、ということでですね、今回はゆみさん貴重なお時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、またなので1週間後のですね、ファスティング後のメタトロン診断も、楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではさよなら、バイバーイ。